もう一つその青銅器の他に王権と関わる人たちの交流を示すものとして宝貝がございます。この宝貝は沖縄か台湾より南の海にしかいないものなのですが、この宝貝は非常にマジカルな力が持つと信じられていて、後にこれをお金として使うケースもございます。こういうような宝貝がまとまって中国の東北地方ですねの大殿市というところから青銅器とともに見つかっております。これも王権を介してさまざまな物資が動き、それぞれの地域の王権を支えたと考えられる交流の物資の一つと考えられます。このような形で中国において王朝が始まり、国家ができ、その国家に直接関わる人たちの文化交流、それからその国家の中における一般の人々の小さい範囲での文化交流域というものが明確に現れてきていると考えられます。以上です。